世界に先駆けて組織的な先物取引を生み出した江戸時代の人々は一体どういった思いで堂島米市場を立ち上げこれと向き合っていたのでしょうか。この動画では当時の背景や経済環境と合わせて紹介していきます。今回は堂島米市場の超曖昧飽きないというイノベーションと題してお話しします。堂島米市場の先物取引は現代でいう商品先物取引ではなく、日経平均先物やトピックス先物のような指数先物に近い性質を持っていました。そうであればこそ多くの参加者を引きつけたわけですが、詳しく見ていきましょう。堂島米市場の先物取引を理解するには、その発端を理解するのが一番簡単です。淀屋の店先から堂島に米市場が移った17世紀の終わり頃に先物取引が産声を上げたのですが、どうして大阪の米商人は先物取引を考え出したのでしょうか。それはズバリ取引のしやすさを追求した結果でした。その時の記録にはこうあります。米切手取引だけでは手狭だから、建物前という名目を立てて取引を行うことにした。随分あっさりとした説明ですが、ここに大きなイノベーションが含まれています。なぜ米切手取引だけでは手狭なのでしょうか。米切手は版ごとに発行されていましたので、売買も版ごとに行う必要がありました。また米切手が1枚あたり米10石、お米の重さにして 1.5 トンもの量を取引するチケットであったことを思い出してください。それなりの元手がいります。そこで大阪の米商人は考えました。建物前という名前の名目的な物件を作り、それを取引すれば、さまざまな銘柄の米切手の値動きを代表させることができるのではないか。米や米切手を売買するのではなく、この名目を売買し、すべての取引を反対売買、つまり買ったら売る、売ったら買い戻すことによって生産すれば、約定した時点の価格と反対売買を行った時点の価格との差額だけをやり取りすれば済むので、移動する現金の量を減らすことができるのではないか。大阪の米商人の発想は柔軟すぎて少し難しいですね。もう少し詳しく見ていきましょう。彼らが建物前のことを名目だと言い切っている理由は、米や米切手のやり取りを一切想定していないからです。先ほど紹介した通り、堂島米市場は1年を3期に分けて取引が行われましたが、それぞれの期間について30近くある米切手の銘柄の中から一つの銘柄が米仲買の投票によって選ばれました。例えば今年の春相場は肥後米、夏相場は加賀米といった具合です。建物とはもともとお芝居などの主役を意味する言葉でした。この言葉が象徴するように、誰もが代表的だと考えるような銘柄を建物米と呼び、1年に3期ある取引期間のそれぞれについて一つの銘柄が選ばれ、ここから建物米という名目が作り出されたのです。なぜ名目と言い切れるのでしょうか。先物取引の満期日に注目するとその意味がわかります。一般的な商品先物取引を考えてみましょう。例えばオレンジの先物を1単位購入し、そのまま満期日を迎えた場合、2通りの生産の仕方があります。一つは満期日にオレンジ1単位の実物を受け取って、その代金として購入時点に約束した金額を支払うことです。もう一つは反対売買を行うことです。この場合、1単位を買っていたわけですから、満期日の時価で1単位の売りを行って金銭で生産を行います。これを反対売買によって取引を手締まうと言います。
では現代の日経平均先物の場合はどうでしょうか。1単位の日経平均先物を買い持ちしたまま満期日を迎えた場合、実物を受け取ろうにも受け取ることはできません。日経平均株価という物体を受け取ることはできませんよね。したがって反対売買と同じ効果のある SQ を使い、金銭で清算することが求められます。さて、堂島米市場の建物前の場合はどうでしょうか。実は日経平均先物と似て、満期日までに清算せねばならないというルールでした。肥後米が建物前に選ばれていたとして、建物前を1単位満期日まで買い持ちしていても、肥後米切手はもちろん、肥後米の米俵を受け取ることはできませんでした。早く売り埋めなさいと督促されるだけでした。そうなのです。堂島米市場の先物取引では、実際の米や米切手の受け渡しは原則として行われず、反対売買によって取引を手締まうことが求められたのです。彼らが建物米を名目と呼んだのはこのためです。筑前米や肥後米などの中から代表的な銘柄を一つ選び、それを名目として売買しました。言い換えれば、具体的な一つの銘柄から指数を派生させて取引したのです。実物の受け渡しを一切想定していなかったからこそ名目と呼ばれたのです。こうして生まれた取引が後に超曖昧商いと呼ばれるようになります。米切手取引だけでは売買を自由自在に行うことが難しい。そこで米価の指数を作って自由自在な売買を実現する。これが大阪商人の起こした最大のイノベーションだったのです。日経平均先物が当時の大阪証券取引所に上場されたのは1988年。その300年近く前に株価指数先物に近い商品が生み出されていたのです。大阪の米商人は次のようにも語っています。1対1で先物取引の生産を行ってきたけども、取引に参加する人数が増えるに従ってだんだんこれが大変になってきた。やりくり両替という支配人を設け、取引の情報を集約して管理することにした。現代でいう生産会員であるやりくり両替が集まり、取引の生産にあたるようになりました。彼らは集中的に先物取引の生産を行う、当時消し合い場と呼ばれた生産機関も作り出したのです。2008年の金融危機では、生産機関を経由しない店頭デリバティブ取引が大混乱をもたらしたことを踏まえて、デリバティブ取引の生産を集中的に行う生産機関の優位性がアメリカで話題になりました。堂島米市場ではその300年以上前から生産機関を生み出していたわけですから、驚くほかありません。さて、ここまで堂島米市場における取引を見てきましたが、私たちの先祖がどのようにして証券市場、デリバティブ市場を生み出してきたか、お分かりいただけましたでしょうか。ここで生まれたデリバティブ市場は人々の認識を大きく変えました。特に情報に対する感覚を大きく変えることになりました。具体的には、より早く情報を手に入れ取引に反映させるということです。そのために旗振りによる通信が生み出されました。次回は堂島から生まれた通信のイノベーション、旗振り通信についてご紹介いたします。